い、こんにちは。日本改革党靴沢です。郁夫様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。10月1日日曜日、外国人実習制度廃止デモ。詳細は動画説明欄、もっと見るをクリックしてご覧ください。皆様よろしくご参集ください。ジャニーズ事務所解散、新会社作ってタレント全員移籍するって。まあ会社は残るみたいなんですけれども、なんつうのかな、芸能事務所としてのジャニーズ事務所は終了。国内外からの批判に耐えきれなくなり、48年8ヶ月の歴史に幕と。ジャニーズ事務所48年もあったのか、いう感じですけど、元はジャニーズってグループの、ジャニー北川が起こした会社だったみたいなんですけれども、ジャニーズってなんかフォーリーブスとかスマップとかいうグループの名前で、ジャニー、何がジャニーなんだか全然わかんないんですけども、世論です。ズヤニーズ事務所にアニーズ事務所、ジュリーズ事務所、ジュリー藤島っていうのが娘でしたっけ。なんでジュリーだのメリーだの、ジャニーだのつけんのかな。ごちゃんで書かれていた展開になって笑った。まあ予言されてたみたいですね。旧ジャニーズって呼ばれるだけ。新たに設立する会社の株主は誰？ソーセージ株式会社オウムがアレフになったのと同じだね。いう感じで、ソ連もあっという間に消えたけど、巨大と思えたところもですね、終わるときはあっけないですね。NHK 朝日も倒れるときはあっけないんですかね。これはひろゆきさんも言ってたんですけれども、ジャニーズって名前を目にするたびに被害者の心が傷つくから名前変えなきゃダメじゃん、って、言っておられました。まあ名前変えねえでこのまま頑張りますって、言ってたんですけど、甘かったみたいですね。被害者が少年じゃなくて少女だったらピンとくるんですけれども、まあそれもそうだな。ジャニーズって加害者の名前じゃないですか。つまりですね、靴沢が加害者事務所の少女をいいようにしてた靴沢が犯人で、靴沢事務所がいつまでもあったら被害者少女は永遠に嫌じゃん。名前目にする機会もあるんですからね。ジュリー藤島、娘ですね、57歳が株 100% 保有してんだって。完全な同族会社っていうか個人会社っていうか、今の会社は残してですね、被害者賠償財団みたいなことをするようなんですけど、売り上げねえのに、タレントいながら売り上げないのに可能なんだろうかね。今の資産の利子で十分なんでしょうか。日韓合意、2015年の時の日韓合意で作られた、財団あるじゃないですか。慰安婦財団。文財トロが合意をたちまち破って、たちまち財団解散してましたけれども、元の金には手をつけないで、利子で運営っていう、ああいう形になんですかね。ジュリーが株を保有したまま、ジュリーが保証を続けるんですかね。ちょっといろいろわかんないですね。なんかいろいろ謎であります。日刊現代記事、2年前、ジャニーズ事務所から自宅に、記事削除しないと法的措置して内容の内容証明郵便届いたわ。どうやって自宅住所を知ったか怖かったわという記事ですね。自分に都合悪いこと、ジャニーズの悪口書いてある記事削除しろ、出ないと法的措置っていう内容証明が、秘密でも何でもないんだけれども、まあ、自宅に届いて、会社に届くのはあるけど自宅に届いてどうやって住所したんだろうと気持ち悪かったという記事であります。世論です。こうやって黙らせてきたんだな。こんなんで何十年も沈黙。手紙一本でマスコミヘタれすぎやろ。いいね、こういうのもっと暴露していこうぜ。被害者面し始めたけど、黙ってたマスコミやジャニーの共犯者だからな。親戚に嫌われてたんじゃないの？住所ばらすっていう。嫌われてて、その人に住所ばらす。記者なら、当然、そういうリスクは覚悟じゃないの？マッチやトシちゃんがやらかした時も上手にもみ消したよね。これでよく権力には屈しないとか言ってるな。会社同士のトラブルなら成功法だがな。ゴミの手法もですね、
論より大声嫌がらせ、ですけれども、まあ、自分がやられるのには滅法弱い防御力が皆無に等しいみたいですね。言い返してこないですね。政府とか、まあ、弱い者いじめが大好きな人間のクズどもですね、マスコミは。権力に屈しない、屈してんじゃん、この嘘つき。どうも、住所は更新所に突き止めてもらったんですかね。会社見張っててですね、帰りを尾行するっていう暇と気力があれば、まあ一般人でも突き止められますよ。記者の、自宅に送りつけるのは、お前の住所知ってるぞ、脅しでしょうな。内容証明郵便自体は怖いもんではない、受け取ってない、知らないって言わせないためだけのものであってね。なんで内容証明が届いたとはいえども、法的措置、こんなの無理だっぺ、難癖だっぺっていうのは、無視していいであります。私、立花隆から法的措置するって届いたことありますよ。テレビがあっても、NHK を見てなければ、契約してても支払い義務はないは間違いです。滞納は可能ですが、契約した以上支払い義務はなくなりません。立花の嘘を信じないでください。で、私、注意喚起してたのが、営業妨害と名誉毀損になるんだって。近所の弁護士さんに頼んでですね、何言ってんだバーガー、やれるものやってみろっていう内容の、丁寧な、それを丁寧に書いた内容の手紙送ってもらったら、その後音沙汰なし、法的措置なんかできっこねえわな、こんなんでな、全く迷惑な話ですね。早く政治資金規正法と、ガーシーの共犯で捕まればいいのにね、あいつ。増税メガネ、国連で演説、核兵器のない世界を目指す議論の場を作ります。そのため30億円拠出します。名前は核兵器のない世界に向けたジャパンチェアです。なんだそれなんだそれ、バカじゃないの、こいつのええかっこ C 代が30億円かよっていう話ですね。世論であります。また金ばらまいてる。不可能だって知ってんだろ。日本は核兵器ないじゃん。アメリカの核の傘の恩恵受けてんだろうが。ゼレンスキーやめとけもっとすごい兵器を開発すれば解決。核兵器より、威力が強くて、放射能も出ず、使った後すぐそこ占領に行けて、例えば土地とか建物は、破壊せずに、兵隊だけ、除去できるとかいう便利な兵器、やったら、まあたちまち核兵器と変わっていきますよね。まあ、未だに大砲はありますけれども、ミサイルっていうのができちゃったわね。個人ミサイルっていうのもあるもんね、今ね。試験ですけど、30億円拠出ってあるので、これの利子で運営するんですかね、拠出ですから。4% の株主配当、株式配当で、年間予算は1億2000万か。どうせ学術会議みたいな、パヨの食いぶちになって終わりじゃないですかね、これ。アメリカの核に守ってもらってんのに、恩をあだで返す。なんか岸田より、増税メガネより、警察犬の方が頭良さそう。警察犬より、ずっと頭悪そうですよね、岸田。ツイッターで罵詈雑言を繰り返していた、60代のオスパよ。会社にバレて解雇。世論です。いい歳して何やってんの。ヘイターは自分だったってことか。バカッタだもんな。クビになるほどひどい投稿ってどんななの。バトーレスの向こうに60代がいるかと思うと投げてくる。こういう人はネットしない方が。ね、ヘイト法投稿でクビって共同通信よりまともな会社やん。いたなぁ、共同通信に。ウイローですね。罵詈雑言繰り返していた共同通信記者ウイロー。こういうのの家族は大変だな。新宿で署名活動に絡んできた70ぐらいの男も大概でした。ああ本当に何言ってるか分かんなくてね。あれより警察犬の方が確実に賢いわな。共同通信のウイローはクビになってないようですけども、共同通信自体がヘイター会社ですもんね。よくやったぐらいの扱いなんじゃないですか。定年間近で首はざま、バカッターとはよく言ったもんですね。今は X になっちゃったんで、バカックスって言うんですかね。脳の老化で切り替えできない私はいつまでもツイッターって言ってそうなんですけど、未だに国鉄っつってもんな、私な。アベック、長面、国鉄、赤チン塗っとけ。
このあたりを駆使して喋れたら一周回ってナウイかもしれないですね。いまだに安倍がやってるヤバい人もネットにはいっぱいいます。それ脳の老化ですね。全然切り替えできてないっていう。家計資産合計が去年比 4.6% 増、2115兆円で過去最高。どこにそんなあんだろう。あるとこにはあるんかな。現金は1117兆円、その他は株式や保険や社債などの金融資産だそうであります。半々なんだね、大体世論です。偏ってんな。ほとんど高齢者が持ってるから経済成長できない。まあ市場に出てこないってことですか。岸田増税するか。あれ、日本は貧しくなったとパヨさんたちが。嘘ですからなそれ。コロナ消費自粛で一気に溜まったか。それも考えられんね。増税するための材料を必死で集めてんだろう。9割を1割の人間が持ってんだけどね。もっとすごいかもしれないですね。 99% を 1% の人間が持ってくかもしれないですね、これね。試験なんですけど、2115兆円を 1.2 億人で割ると1762万円。半分が現金、半分が株式みたいな。私んとこにはもちろんないです。9割を1割が保有なんでしょうね。自由主義経済が進んでいくと、格差の拡大っていうのは自然現象だそうであります。資本主義が進化したってことになるそうで、それはしょうがないんだって。国、企業、個人が持ってる流動資産、不動産合計は1兆2445兆円だそうであります。流動資産、お金、現金、株式、保険、土地建物以外の財産ですよ。8,999兆円、不動産3,858兆円、合計で一計っていうの、一兆っていうの、どっちなんですか。一計2445兆円、一兆2400、負債を引いた純資産合計、こっちの負債っていうのがよくわかんないですけど、土地は持ってて資産に数えられるけど、その土地を買うためにいくらいくら借りてるっていうのを差し引くのかな。純資産合計が3858兆円だって。このうち金融資産が2115兆円っていうことなのかな。試験なんですけど、海外純資産は413億円今あるそうであります。一体いくらあったらですね、利子で無税国家にできんのかな。去年の国庫や年金以外の一般会計は107兆6000億円でした。政府がですね、年利 4% の外国株式、これは4% は外国の株式だとそんなに配当高くない部類。日本だと一番でかい銀行の三菱 UFJ が 3.5% ぐらいだったかな、配当率。なので 4% の配当ある外国株式を2675兆円持ってたら107兆円出ますね。毎年毎年無税国家にできますね。国保税と年金は別住民税とか、国税とかは払わない無税国家できますね。日本政府が外国の株式を2600兆円ぐらい持ってたら、増税メガネはええ格好するために30億円ばらまいてる場合じゃないですよね。政府一生懸命外国の株式せっせと買ったらどうだと。米国債もしこたま買わされてて、これの利子が2兆円ぐらい毎年毎年入ってくんですけど、米国債あれですもんね、利率悪いから、米国株とか買って、これ日本国内の株買って、それの利子もらっても別にいいのかな。日本の会社が配当として政府に払う、別にいいですね。政府が買えばええよ、その日本の企業の株を2600兆円ばかしで配当であれしてよ、国税住民税とかゼロにしてよ、お願いしますよ、というような構想を
言っとくところで、というわけで10月1日デモやります。皆さんご参加ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。